ゆうちゃまのひとりごと。カムカムエブリバディ、キジマルイ編を語ろう。どうもゆうちゃまです。やすこ編がね、毎回面白いんですけど、辛いシーン、悲しいシーンが多かったんですよ。その分、深津絵里さん演じるルイ編、すごく安心して見れてます。ありがたいことに。なんか、一つの朝ドラで三つの物語って、やっぱりちょっと不思議な感じで、回想シーンが流れて、あそこと繋がってるんだって思うことも多くて、なんか別の朝ドラを見てる感覚なんですよ、ちょっと。繋がりはあるんですけど。だから、カムカムエブリバディ、これからどうなっていくのか、楽しみで仕方ないゆうちゃまです。個人的には、小田切丈さん演じる大月丈一郎さんと結ばれてくれたら、嬉しいなって思うんですよね。丈ですよね。宇宙人ってオープニングで書かれてた時、クレジットでね、その時は笑っちゃいましたが、弁護士の片桐さん説もちょっとひっそりと残ってますよね。果たしてどうなるのか、これが公開されてる頃にはまた何か進展があるのかもしれないですよね。果たしてどうなるのやら、どうなるのやら。ルイちゃんが心から幸せになりますように。あのクリーニング店の方と出会えてよかった。いい親子ですよね。住み込みで働かせてもらえて、ルイちゃんが幸せになってほしいですね。これからも朝ドラ楽しくゆうちゃま視聴します。バイバイ。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。